んにちは、ソルウィンです。シャドーバースの実況をしていきたいと思います。はい、こちら、ババーン。あれ、ババーン。ほなら、ほなら、で、縛られた、シャドーバース。ということで、いきますか。14周目、ヒルツウィッチーズ。純正ヒルツウィッチーズなんですけど、前回、相手がね、なんか、捨てゲー感があったんですけど、まさかバハムフトが出てくるとは。てかまあ私がすげえ事故ったんですよね。だからまあ確かに事故りやすいんだけどね。でもあんなに引けないと思わなかったな。全然土の印が置けなくて、いやー悶々としましたね。残念感。いやいやー、まあ言うてやっぱりあれか、ドロシーウィッチとマッチングして萎える人いるんだなっていうのがよくわかりましたね。まあ実際やることはエグいですからね。大きな御旗、この旗にあだ名すものはみんな反逆者である。初めて読んだ気がするこれ。へえ、なんか勝てば官軍みたいな精神な感じがちょっとね、あんま良くないと思います。はい、まあでも言うて王家だからな。王家はね、そうだよね、反逆者は許しちゃいけない。手加減なしよ、本気で行くわ。パパ、ママ、ルナを守ってね。相性はぼちぼちなんじゃなかろうかというところですかね。今度は秘術っていうか、なんか土の印ばっかしか置けないようなパターンが見えてきた。でもまあまあまあ消滅できるからね、消滅させられるからね。よろしくね。相性はよろしくね。はい、よろしくっす。てか本当に極端だな、マジで極端。まあまあ相手のラストワードとかでもね、道連れされるのはフォロワーだけなんでまだいい方。まだまだお子様ね。はあ、意外、それはスカルビド。はい、あ。お、いい、いいですよ。いいね。はあ、はあ。俺に手を出そうってか。さてと、ここですね。まあ、虹の輝きで2以下だから、スカルビドしかバウンスできないんだけどって話か。どうしよう。まあ、いっか。あ、でもスカルビドじゃ結局自分のカードバウンスしてますからね。まあ時間稼ぎはできるんじゃない？うん。やべえ、レミラミちゃん進化したくね。まだまだお子様ね。いやまあこれ破砕、ワンチャン破砕に入れれば強いぞ。とりあえずも演説をうまく使っていきたい。レミラミちゃん進化は後回しだな。いやしたくない。だから本当に引きたい、早く破砕が引きたい。頼む、聞かせてくれ。いや下手に打点のあるカード出したくないんだよな、こっちも。あら、そっち。これはさだめがらし断り。やっぱり俺に手を出そうってか。復活を望んだか。あら、そうくる。愛はいかなる時でも輝くな。さてと、はい、まあ今破砕引いてもしょうがないんで、ね、まだ打てないから、まあしょうがない。レミラミちゃん行くか。あんまりいじめないでね。え、時間稼ぎは必要だ。これで決めるわ。あたしとレミを傷つけるやつは神様だって許しゃしない。我は何度でも。とりあえずリッチを処理したかったということで、いやー破砕に切れないかな、握りたいな。いやあのスカルビド強えは3-4だからな、一方取られちゃうんだけど強いわ。やっちまってくだせ。
我の復活を望んだか。まあまあまあ、これであいつは打ち止めだ。いやでも息切れしないですね。聖者の許さず、愛死んでも残るもの。痛いですね。さあどう来る？殴り合いする？まあそうなるか。ダメ。まあいっか、なんか多分俺がやられたら一番困るアクションではなかった。さあハサイ。まあ引けないか。しょうがない。あんまりいじめないでね。覚悟はいいかしら。あたしとレミを傷つけるやつは神様だって許しゃしない。我は何度でも。いやしかしこれきついね。正直自利品なんだけど、マジで自利品、結構な自利品だよ。息切れしちゃうもん。こっち破砕欲しかったな。まだまだ引けるチャンスはあるが。あらー、お上手。驚いたわね。ルナって遊ぼう。うるさいものは消してあげるわ。ほら上級アルケミストの出番かな。あれはめんどくさいな。さてと、炎熱打っても得が知れているって話だ。でも炎熱戻しとくメリットあるか。ないかな。ないな。この薬を飲みなよ。2か、何もないんだけど、戻す価値がない。こっちを戻す。ああまあ戻すのこれか。炎熱じゃダメなんだよな。防戦一方ですね。はい。きつい。無理だ。ネクロはやっぱ相性悪いな。なんだかんだ。だから結局、編成も編成も破砕も両方引いてねえし。どういうことやね。尋常ギャグのようだ。まだ破砕があればワンチャンあるんだけどな。ダメ。破砕くれ、破砕。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 バーカバーカ。バーカバーカ。破砕くれよ、破砕。あんまりいじめないでね。これで終わりよ。あたしとレミを傷つけるやつは神様だって許しゃしない。ほら積んでますね。積んでるのか。積んでるな。積んどら機構だな。積んどらだな。積んどら。何このハンド、よく見たらすげえわ。ギャグだな。せめてウルズだけでも連れていく。肉体労働は苦手だな。ありがとうございました。無理ゲーでした。すごいすごい。はい。なかなかやるわね。ありがとう。うっさ。ありがとう。いいよ。いやー無理ですわ。完全に防戦でっぽどん。もう少しマシな魂はないの？ありゃー。こんにちは。マジに復活の礎となりなさい。礎となりましたね。ニコ、頑張ります。ありゃー。いいぞ。尋常想像以上です。いや俺ポーカーなら2ペア、あでも1枚足んねえけど、まあ大丈夫。さっき炎熱出す前だったら2ペアあったからね。ポーカーなら勝っていた。はい。いやーきついぞネクロっていうか、なメタと言えるカードっていうか、割と引いてたやん。ハンドなんで引けないの。あとババアもいるよ、ババア。割とね、全く無力ではないんだけどな。こう、なんか引きが噛み合わない感じね。相手に応じて、まあ、そんな綺麗な引きができたら、そりゃまあ、勝てるわって話なんだけど。そうですね。まあ、とはいえ、やりようがないんでね、このままで行くしかないんですけどね。まあ、あとさ、言うたら、強いて言うなら、パメラを増やすぐらいは言えるのか。そんぐらい。確かにパメラはフィニッシャーだからな。違う、パメラがいなかったらどうしようもないんだよね、このやつ。マジレスすると。まあ、頑張っていきましょう。
というわけで、終了ですね。お疲れ様でしたです。バイバイです。